はい、始まりました、勝弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます、映画ライターの翔と申します。よろしくお願いします。今日はですね、2月5日公開の哀愁シンデレラの渡辺良平監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっき軽くお話ししたんですけど、すごい衝撃のある映画で、今回はそのお話も伺いつつ、その監督がどのようにしてこの作品にたどり着いたのかっていうようなところをいろいろ掘り下げてお聞きできればっていうのと、監督は1987年のお生まれなんですよね、はい、で僕も同い年で、なのでちょっと同い年トークもしたいなと思ってます。87年の何月ですか？7月です。8月ですよ。あ、めっちゃ近いっていう。めちゃめちゃどうそうだったんですね。はい、だからそう、ちょっと経歴拝見してびっくりして。嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、でちょっとまず監督の経歴を、はい、話させていただくので、もし間違いがあったら教えていただければと思います。はい、で今お話ししたように1987年の愛媛県のご出身で、2010年にあざみ城のララバイで脚本家デビューされて、2012年に監督、脚本、制作、編集を手掛けた賢い犬は吠えずに笑うでピアフィルムフェスティバルエンターテインメント賞映画館賞ほか多数の賞に輝き、その後も3月のライオンの脚本とか、ただドラマ映画問わず手掛けられて、哀愁シンデレラが2月の5日に公開されるという、はい、完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんですけれども、まあ、いろいろね、その調べたところ本当に面白い半生を送られてきたなっていうイメージがありまして。そうか。もともとテレビドラマの制作に興味を抱いて業界を目指したっていうふうに伺ったんですけれども、はい、なんかあれですよね、そのもともと学生時代から結構イベントを企画するのがお好きだったっていうふうに。そうですね、そんな何か具体的にじゃあ何かイベントやってるわけじゃないんですけど、まあ本当それは高校時代とかですね、高校時代ぐらいから、また例えば運動会があったら、そのリーダーやりたいっていうか、そういうのが好きなんですよね。なんかそのイベントっていうよりはなんかこう仕切りたがりって言いますか。なんかこう誰かがやってつまんなかったらどうしようって不安。だったら自分がやってちゃんと面白く頑張りたいなみたいな、なんかその謎の自信があるっていうんですかね、なんかちゃんと自分が仕切った方がうまくできるんじゃないかなみたいな気があって、なんでまあそういうのを作ったり、まあ、イベント企画とか、まあ、するのは好きです。なんだろう、例えば脚本家を目指す、もしくは業界を目指すっていうところの流れとして、映画とかドラマがめちゃめちゃ好きだったからそれしかなかったっていうパターンなのか、それともその今お話しいただいたような自分のパーソナリティを生かすためにはこの業界なのかと思ったっていうのはどちらでしょう？まあ今の話だと完全に後者側というか、もともと僕が好きなのはもうさっき言ったみたいにエンターテインメントっていうんですかね、人を楽しませたいっていうのが好きで、なんかこう裏方が好きっていうんですか、まあ別に一応その運動会のリーダーは表になっちゃいますけど、運動会のそういうグループの長みたいなと、ですけど基本的にはこうなんか自分がいろいろ企画とかして動いて楽しんでいる人たちを見るのが好きなんですよ。なのでもちろん何ていうんですかね、こう映画ドラマとかっていうのはエンターテインメントとして、なんかこう自分のこのなんていうんですかね、作家性を伝えたいんだみたいな思いよりも、多分僕の思いとしては自分が作ったものとかでなんか人を楽しませたい、だからこう、ね、映画だけじゃなく、その連ドラも大好きですし、なんだったらもう CM とかも作ってますけど、とか CM とかミュージックビデオとかも好きですし、なんかこう作ったもので誰かに楽しんでほしいなっていうのが多分結構一番大きなところな気がします。そういう思いから、例えばそのテレビドラマの制作をしようと思って、就活をされる、で、その結果というか、大学を休学してシナリオ作家協会のシナリオ講座に1年間通ったっていうふうに伺ったんですけども、この辺りってどういう、こう流れで脚本というかシナリオっていうところに行ったんですか？
まあ、本当に愛媛の出身、愛媛の田舎の出身で、だったので、まあ、まずテレビの世界というんですかね、こう田舎でテレビを見てその向こう側の人たちみたいなところに、まあ、漠然とミーハー心でこう、うん、憧れがあるんですね。であって、いつかまあそっちで作って面白い番組作りたいなみたいな気持ちがもうずっと田舎の頃からあったんですけど、うん、で、まあその一方で少しこう表現するのも好きといいますか、まあ、こう高校時代にバンドとか音楽をやったり、まあ、大学に行ってからちょっとこう何ですかね、小説を2つぐらい書いたりとかをやってたんです。でもそれをちょっとコンクールに出してみたりとか、まあ、全然 あのいい結果に出てないものですけど、まあ、そういうことを、まあ、そういう表現するのも好きっていうのはあるのはあって、でまあ、それをまあテレビ局に就職できるならして、そこでドラマを作ったりできたらいいなっていうのが、まあ何ですかね、そこしか想像できないっていうんですかね、あの田舎の人間にとっては脚本家なんてものが、まあ聞いたら分かるけど具体的に何をしてるかも分からないですし、まあ自分が今やりたいことってきっとテレビ局のそういう制作の人たちの仕事なんだろうなぐらい、そのどういう仕事があるか本当分からないので、それでまあそこを目指してたっていう感じですね。で目指したんですけど、まあ、結果的にはあまりにもテレビ局の就職って本当狭き、もう人気な中で、ものすごい狭い、しかも僕の時はちょうどあのリーマンショックだったので、すごい、まあ、さらに就職が厳しかったですよね。あ、同世代だからそうだったんですけど、そう、友達たちみんなが結構就職結構苦労していて、でそういう時代だったんで、なんかリーマンショックのおかげでって言うとあれですけど、みんな結構苦労してるから、そんな苦労して就職しなくていいんじゃないかって思ったんですよ。なんかみんなが多分ね、あのバーっていいところ行ってたらすごく取り残された気持ちになったかもしれないんですけど、まあ、すごい性格悪いけど、なんかみんな苦労してるんでだったらまあそんな無理して就職しなくてもっていうんで休学をしようと思って、でまあそこで休学をするんですけど、まあ、せっかく休学するんだったら、まあ、ちゃんと何か勉強したいなみたいなのもあり、その時は、まあ、そっから脚本の、そのシナリオ作家協会の講座に通って、脚本の勉強を始めてみるんですけど、でそれは単純に脚本に興味があって始めたというよりも、まあ、就活の一つ、なんかちょっともう一回就職浪人して、テレビ局受けるんだったらこういう勉強をやったんだよみたいな、なんか経験値の一つでも欲しいなぐらいな感じで始まったんですけど、で脚本の学校に行ってみて、シャルウィダンスの脚本を読んで、あ、当たり前だけど映画ってこういう風に脚本書いて、あ、そうだね、映像を見ながら、あ、もうこういうことかみたいなのに感動してしまって、あ、脚本は面白いと思ったんですよ、その時に。で、なんかそこからもう急どんどんもう脚本にのめり込むというか、それが大学4年生の頭ぐらいでしたけど、これだと思って、そこからもう、そんなんですかね、大学1年2年生の時に小説とかを書いてみたけど、自分にはもう文才ないな、でもまあそういう何か作るのは好きだけど諦めてたことがあって、でそれがなんか脚本を見た時に、物語作るのは好きだし、その文章はもちろん書くんですけど、書くのは仕事だけど、なんか文章は別に作品になるわけじゃないし、それはまあ設計図なので、なんか大きなこの物語を作るっていう仕事はできるし、あ、自分も脚本なら楽しいの書けるかもしれない、物語がと思って、でそこからなんかもう就職どうでもいいやって思うようになっちゃってでそこからもずっと脚本をやるようになってっていう始まりですね。その脚本のシナリオ作家協会に通い始めるみたいなきっかけは、はい、通い始めてからのめり込むっていうのは結構珍しいパターンかもしれないですね。そうですね、基本的にはやっぱ脚本に興味のある人たちが集まっている場所だったりするので、何にもだから全然話もわからないですし、そんなめちゃめちゃ映画マニアで映画を見ていたわけではなかったので、それで本当大学4年生で東京に出てきてから脚本の勉強を始めて、で、まあ、脚本の勉強を始めるし、まあ、これからそういうドラマとか映画のことを勉強したいと思っていたので、なるべく
自分の日常の中でこのそれ以外のことを考える時間嫌だなと思って、うん、ツタヤでバイト始めて、うん、バイトしてる時もずっとこう映画のドラマとかをずっと近くにいるというか近くにいるようにして、でまあツタヤバイトが終わったらもうすぐにまた脚本やってなみたいな、なるべくこう自分の近くにずっとあるみたいな環境を作ってやってましたね。いや、そっからなんで全然もう本当まだまだペーペーですね。10年くらいの、うん、はい、そうですよね、2010年に脚本を書いてるだから。いやでもこれあの同世代だからこそ、ええ、あのイフするっていうのは2010年に脚本家デビューだと、はい、僕らの年の大学卒業したタイミングなんですよ、うんうん、そうそう、だからめちゃめちゃ順調じゃないかっていう。だから2009年、大学4年生の年の2009年に僕はあの東京出てきたんですよ、うん、あの大学4年生をまだ関西の大学で残しながら、席を残しながら、うんうん、あの面白くないなと思ってそれで東京出ちゃって、うん、でそこで始めるんですけど、だからその1年間シナリオ作家協会で勉強している途中、まあ、1年やったんですけど、その途中結構半年とか半年ちょいぐらいのタイミングで、うん、まあ、あのドラマ書けるっていうチャンスが来て、うん、でそれがまあ結局形になったのがその、まあ、あの卒業後ぐらいのタイミングがオンエアだったので、うん、だすごくまあ順調。でもそれは正直あの僕の才能で撮ったあのデビューではなくて、うんうん、単純に人のつながりで、うんうん、出会った人がたまたま良かったからあのチャンスを振ってもらえたっていうだけだったんですよ、うんうん、だからあのめちゃめちゃ面白い才能を見出されたわけではなく、単純にこう僕は脚本をやっていて、うん、知り合いの中にそのあざみ町のララバイの、まあ、P であったその方がいて、うん、であのあの渡辺君そういえば脚本の勉強してるんだよねみたいなことを言われて、うん、あそうなんですって言って、で今度ちょっとドラマをもしかしたらやるかもしれないから、なんかもしよかったら脚本家の先生とか面白い人とか紹介してくれないって言われて、うん、あ全然紹介しますよって言って、うん、僕の当時その脚本の先生だった小林先生っていうのを紹介して、であとはこう同じクラスにいた脚本一緒に勉強してる人たちを紹介して一緒にご飯食べる会があったんですよね、うん、であーって紹介した後、後日電話がかかってきて、あの実はあのこの間紹介してもらった小林先生とドラマやることになったんですって言って、うん、あそうなんですか、めっちゃおめでとうございますって、僕も紹介してよかったです、まあ、紹介してもらったから一応ぐらいどうって言われて、うん、えやりますっていうことだったのでそう、僕の才能があってじゃなくて本当に人のつながりだけでそのデビューをもらったやつなんです。だから逆に、だからその後別にそれで仕事が続いてるわけでもないですし、うん、あのまあ、本当に一つ作品を作って見れたっていうだけっていうあれですけど、うんうん、っていうものではありましたね、デビュー作について言うと、はい、でまあその2012年、まあ、2年後ですね、そのオンエアの2年後に、あの賢いのが吠えずに笑うがありますけれども、はい、これもあれですよね、フジテレビヤングシナリオ大賞に落選してしまった脚本を自主制作されたっていう、はいはい、だからね、こうね、今のその2012年に、まあ、PFF で賞を取ってるんですけど、うん、自分で言うのも変なんですけど、東京に、まあ、2009年に出てきて、うんうんうん、2011年に作って12年に賞、まあ、を取ってるんですけど、うん、すごい短いタイミングでよく頑張ったなって思いますあのなんか、いや、なんかだって何にも僕映像のことやったことなかったんですよ、うん、でだし監督になれるとも思ってなかったですし、うんうんうん、で2009年に脚本の勉強を始めて、で10年とかもずっと脚本やってて、でその2010年とかぐらいの時にちょこちょこクレイアニメとかを暇だったんで、うん、東京で暇だったんで、うん、なんか3分とかぐらいのクレイアニメを作って、あの動画コンクールみたいな、学生の動画コンクールみたいなのがあったりしたんで、そういうのによく応募してたんですよね、うんうん、でもまあ別にそれってあのいわゆる映画とは全然違う、ただただコマ撮り、うん、ストップアニメなのでストップモーションでこう撮ってただけなんですけど、そういうので結構その1年でこうそういうショートの3分ぐらいの動画コンクールで本当3つとか4つぐらい結構グランプリを取ったんですよ、うん、出したらいつもグランプリみたいな感じだったんですだからちょっと勘違いをしてしまってそう勘違いだよ、それで勘違いをしてしまって、うん、でそれの最後の最後がテレ朝主催の学生 CM 甲子園みたいな、学生の動画コンクールみたいなのあったんです、うん、あって、でそこで出したらそこの番組で100万円もらったんですよ、グランプリを取って、うん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 、でこの100万で何したいですかみたいなことを聞かれて、うん、えー
どうしよう、じゃあ映画でも作りますって言って、でそのお金であの賢いのを作ることになって、結構そうっすね、なんかラッキーでしたね。でもこの今のお話をこう聞いてると、もちろんそのクレイアニメを作られていたっていうのはあると思うんですけども、はい、まあ実写で、で監督脚本制作編集ですよね。あ、もうそれはでも自主映画なんでね。まあまあね、はい、自主映画なんで何でもやれることを自分でやらなきゃっていうことでやってた、うん、あとは僕の周りには脚本の目指してる知り合いはいるんですけど、うん、その映像を作る知り合いがいないので、あ、そこにめっちゃ苦労しましたね。いやでもいきなりでできるものなんだなっていう、うん、でもそんな、なんていうんですかね、よく自主映画の上映イベントとかによく行ってたんですけど、うん、見ながらなんでこんなにもみんな苦労してんだろうなって感じだったんですよ。すっごい生意気なんですけど、いや なんていうかだってその時ってもうデジタルの一眼のカメラがあって、うん、そこそこ普通にやれば普通にいい映像はもう撮れる時代にはなってたんですよ、うん、もう2011年ぐらいっていうのはなっていて、なのにものすごくこう映像クオリティの低い自主映画が多くて、そこはなんていうんですかね、もうちょっとだけもうちょっとだけいい映像で撮れないのっていうみたい なんかいつも疑問があって、まあ、もちろん自分はカメラマンではないので、うん、そういう、ね、そこの技術者の人を本当にもうミクシー当時ミクシーですごい、うん、あの撮影デジタル一眼で撮影やってますみたいなコミュニティの人たちにもメッセージを送りまくって、うん、ちょっと一度会いたいですみたいな感じ で会って、自分はこういう脚本で、うん、まあ、映画を作ろうとしてるんだけど、うん、興味ないですかみたいな、うん、でもまあ何者かわからない人からね、急にそうやって言われて台本渡されて、うん、ってことだと思うんですけど、うん、まあ、そのうち一人当時28歳ぐらいの方が、うん、まあ、その映画を撮れるんだったらぜひ協力したいみたいなことを言ってくださって、うん、まあ、その人が手伝ってくれてやってたん で、 まあ、であと そのカメラ の、ね、あの撮り方はもうそのカメラマンに任せて、うん、あと自分がやることって多分本当にこういうカット割りでこういうのが欲しいですっていうことを伝えることだけだと思うんですよね、うん、だからなんかあんまりそんなに誰でもできるんじゃないかなって編集だって別に自分が普段見ている映画がいっぱいある中で自分の好きな映画はこうしてるからこうした方がいいんじゃないかなっていうのをただただやってるだけなので、なんかそうですね、もう時代が楽になってますよね。フィルムで撮ってるわけじゃないですし、もうデータさえもらったらもうそれでちょこ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 って編集してしまえば楽なので、はい、でも僕映画業界に入ったのが2012年なんですよ、ちょうど、はいはいはい、なのでその時に、まあ、ちょっと TSUTAYA の仕事を若干してたんで、はいはい、この賢いな吠えずに笑うっていうすごい映画があるんだよっていうのを、ね、TSUTAYA から出してます。そうそうそう、ね、聞いてたんですよ、TSUTAYA のリリースのタイミングで、はいはい、だからこそいやすごいなと思ってた、経歴をこう拝見してた時に、そっか、じゃあちょうど賢い犬が DVD、まあ、でもあれは13年ぐらいかもしれないですね。そうですね、13年ぐらいに、まあ、その12年で賞を取って、うん、12年の秋にまあ PFF で賞とかを取って、うんうん、でまあ、それがからまあ上映とかをやって多分13年とかぐらいに出してもらったのかもしれないですけど、うん、まあ、そっからでも時間かかりましたからね、これに行くのに。いやいや、でも7年8年その監督でっていうことだとそうだと思うんですけれども、はい、その間に3月のライオンの脚本とか、はいはいはい、まあ、ビブリアとか、はいはいはい、あとまあ麻雀放浪記とかあるじゃないですか、はい、まあ、今は映画の話ですけど、はい、いやだからここでこう大友監督っていう、はいはい、まあ、そのね、プロデューサーさんのつながりだと思うんですけれども、はい、すごいところ行ったなって思いますよ。いやだから本当にでもラッキーっていう、うん、あとはそのやっぱ賢い犬を作って、うん、まあ、賢い犬は何のために僕らを作ったかっていうと、こう自分は脚本を書けるんだよっていうことを知ってほしいと思って作ったんです、うん、だから監督として評価してほしいと思って作ったわけじゃなくて、自分の書いた脚本があって、うん、この脚本面白いって思ったのに
フジテレビヤングシナリオ出したら一時の足切りで落ちて、うん、あれが一位、いやさすがに大賞は取れなくてももうちょっと何時間には残ると思ってたので、うん、あれが一時で落ちるのかと思って、結局これ脚本を読む人の力がなかったらダメだなって思っちゃったんですね。読む人の頭の、ね、想像力次第に なるので、うん、脚本の面白さの伝わり方っていうのが、なのでこれを一回あの人の脚本は面白いんだっていうのを一回自分で映像にしてみて見せないと伝わらないなと思って、それで賢いのをまあこうなんつうかこう大変だけどまあ一回やっとくかぐらいな感じで賢いのを作ったんですね。でそれをまああのいろいろ映画関係の人たちも見てくれることになって、でまあ、もちろんその監督としての評価もあるんですけど、やっぱこう若い世代とかであんまりそういう脚本をやってる人はいないっていうのもあって、うん、まあその脚本として結構仕事が来るようになったんですよね、うんうん、なんでそうですね、その3月のライオンとかにしても、うん、その始まり方は結構意外となんか、うん、なんかなんていうんですかね、試されてる感じでしたけどね。でもそれも本当あのこの企画はこの人でみたいな感じではなくて、僕よりも別に先にやってる方がいらっしゃって、まあ、いらっしゃってる中でこうどういう風にあのこういう映画として面白くしたらいいんだみたいな、結構苦戦されていたみたいで、で、まあ、僕ちょうど目黒シネマに映画見に行って、なんだ市川純さんの特集かなんか、セイルドーさんがやってたので市川純さんの特集を見に行って、で帰り階段上がってたらそこであのそう3月のライオンのプロデューサーの方とすれ違って、でその方とたまたまちょっといろいろ話前後したんですけど、たまたま実は別のイベントでちょっと面識があったんですよ。それは本当自分が学生時代にヨーロッパ企画のショートムービーフェスティバルっていうのがあって、でそこであのすごい変なショートムービー 3,4 分ぐらいのショートムービー撮ってたんですけど、それの審査をされてたのがそのあのアスミックエースのプロデューサーの方だったんですけど、でその時に本当にそのイベントの1日だけですよ、イベントの1日だけその審査でいらっしゃって、いやなんか彼のは面白いですねみたいなことを言ってた方だったんですよ。でたまたまその目黒シネマにすれ違った時に、ああだってお久しぶりですみたいになって、え最近何やってるんですかって言われて、いやまあもう細々と脚本やってるんですよねみたいなこと、最近スケジュールどうですかって言われて、いやまあまあ別にそれはちょっと相談したいことがありますみたいなこと言われて、で後日行ったらすごいこうやって3月のライオンバーンって置かれて、これちょっとやろうとしてるんですけどって言われて、えこれ僕みたいな、えってなって、いやでもごめんなさい、あの正直仕事としては触れない、でも一回書いてみてくれませんって言われて、それ試される感じで、でまあ、でもすごいチャンスだし、あじゃあ書きますって、でも時間なくて、もう1週間ぐらいで書いてほしいですって言われて、マジっすかっつって、分かりましたっつって、もうそっからバーってこう脚本頑張って作って、で出してみたら、それで結構こう大友さん監督的にもなんかちょっと見えたというか、あなるほどって思ってくれたらしくて、でそれで入ることになったんですよ。でそれで入ることになって、そこからその脚本チームとかで入ることになってやれるようになったので、ラッキーでしたね。いやでもまあね、ご本人的にはラッキーっておっしゃってますけれども、まあでも市川純特集に行ってなかったら生まれてないでもまあ試された結果をあの実力で証明されたわけですから、そういう意味でもすごいなと思うと、あとこれまたそのスタークリエイターズプログラムにも関わってくると思うんですけれども、こうコンクールにすごくたくさん出されてるイメージがあって、監督ってあのなんだろうな、これってひょっとしたらまあうがった見方かもしれないんですけど、ちょっとギリギリの時代性があるんじゃないかと個人的には思っていて、多分僕らより下の世代って SNS に載せるんじゃないか、 YouTube とか、はい、でも僕も学生の時とか僕は結構芝居をやってたので戯曲の方を結構書いてた、はい、でどうしたらいいかって言ってパンコンクールに出すっていうイメージしか僕はなかったんですけど、なんかそれってギリギリこのアナログとデジタルの変わる転換期にいた僕ら世代に結構共通してある感覚なのかなと思って、
んですけど。あ、なるほど。なんかそうですね、確かに今始めたら、うん、わざわざ言い方あれかもしれないですけど、わざわざ PFF にこだわる必要もないというか、うん、やっぱこう見てもらうきっかけが、うんうんうん、そういうところしかなかったので、うん、そこにすごくしがみついて応募して、うん、なんか何て言うんですかね、一応そのフジテレビの品もそうですけど、うん、なんか登竜門的なのがもっと絞られてた感じがあるっすよね、うん、もう少し前の時代って、うん、でも本当に今って誰でも発信できて、うん、でこう簡単に人の目に届ける場所があるので、そうですね、確かに 今始めるんだとするとちょっと方法は違うかもしれないですね、うん、確かに、うん、そうだからお話伺っていて、映画業界の中で、例えば映画業界、ドラマ業界の中で認められるっていうことがすごく大きな目標としてあったってよりは、ひょっとしたらこう、なんだろう、ものを作るためのライセンスっていうイメージの方がちょっと近かったのかなと思っていて、なんかそういう意味ではちょうどこの なんていうんだろう、1987年の生まれっていうところが結構関わってくるのかなって個人的には思ったりしたんですよね。ギリギリ昭和ですから、ね、そうそう、62ですから、はい、本当にギリギリ。で、そう、この作品にもつながる蔦谷クリエイターズプログラムフィルム2016に、うん、まあ、挑戦されるじゃないですか、はい、で、さっきお話しいただいたように、まあ、脚本をお仕事としての脚本を手掛けてる中での挑戦だったとは思うんですけれども、これ応募してみようと思ったきっかけとかってどういうものだったんですか？いや、実は自分発信じゃなくて、もともとこの脚本自体は、PFF のスカラシップ用に書いてたんですよ。賢いのが賞を取って、うん、まあ、受賞者だけが挑戦できるスカラシップの権利があって、はい、うん、で、まあ、そのために脚本を書いてたんですけど、まあ、あと2つぐらいまで残ったけど、最終的に僕のは選ばれなくて、で、ダメだって終わっちゃってて、で、まあ、もうそれで脚本はあるけど、まあ、機会を失った状態の出身レーラーが、うん、まあ、ずっとパソコンの、ね、あのフォルダに眠ってたんですけど、うん、まあ、別件のいろいろ打ち合わせとかやってる中に、まあ、ちょっとその時お世話になってた人から、うん、なんか あの脚本ってどうなってるんですかって言われて、うんうんうん、いや、もう全然ただただフォルダに眠ってるんですよねって言ったら、うん、なんか蔦谷がこういう企画やってるから出したらいいんじゃないですかって言われて、うん、ほうと思ってで、まあ確かに面白いなと思って、で、まあこのままただ眠らせておくのもまあどうしようもないですし、じゃあ出してみようかって、まあ、別に新しく書く必要もない、もう脚本があるので、うん、まあ、企画書だけ作って、うん、あとはまあ必要なイメージボードみたいなものが必要だったので、そういうものを作ったりとか、まあ、プレゼン資料を作ったりとかしましたけど、もう脚本だけはあるので、この脚本を渡して、で、やったら、まあ、それでグランプリ取れたっていう感じです。すごいな。はい。だってこれ、当時の、プレスリリース、はい、印刷して持ってきたんですけれども、422作品中のグランプリ。あ、でも、多分今もう600くらいになってるんじゃないですかね。ああ。多分まだ2回目なんですよ。はいはいはい。まだ2回目で、多分、だから今はその時よりは多分増えてると思います。やっぱ嘘を愛する女があったりとか、うん、まあ、ブルーアワーとか、うん、いろいろどんどん公開されてきてるので、あ、こういう風にこの企画に挑戦すればなれるんだなっていうのがなんとなく見えてきたと思うんで、うん、いろんな人たちが、だからこうもう少しも増えてるかもしれないですけど、まあでも400いくつかありましたね、はい。そう、今お話に上がった蔦谷クリエイターズプログラムの、まあ、説明というか、当時2016の結果、はい、まあ、まあ422作品のうち、まあ、哀愁シンデレラがグランプリなんですけども、準グランプリがゴーストマスター、はい、これも映画化されましたし、はい、で数日前ですかね、はい、に映画化が発表された、ムロツヨシさん主演で映画化が発表されたマイダディ、受賞時はファインディングダディっていう、はいはい、まあタイトルだったんですけど、で、お話に上がった審査員特別賞でブルーアワーにぶっ飛ばすのがあったっていう、めちゃくちゃ濃いラインナップだったなっていう、これそうですよね、確かに。やっと全部
ね、そのそうですね、数日前にムロさんのやつ発表されてました、うん、それで2016年にとって16年末にとってやっとね最近発表って、うん、でも映画ってやっぱそういう風にコンテストで賞を取って、うん、映画の権利をもらっても、うん、そこに行くまでそんだけ時間がかかるってことなんですよね。だから本当に受賞して16年の11月でしたけど、うん、受賞してやったって思って、もう僕の中の想定でもその瞬間に16年の11月撮った、じゃあ17年の末にはもう映画撮影して18年中には公開できるって思ってたので、うん、まさかこんなね時間がかかるとは思ってもいなかったですね。はい、それは何だろう、こうどうしてそれくらい時間がかかったものですか、揉むみたいな感じですか、企画自体は。まあそもそも、なんですかね、やっぱ受賞したままのこの脚本でいいのかみたいなところから始まり、ブラッシュアップ的な、はい、じゃあどういう風に直せるかなとか、あとはまあ、なんですかね、この脚本をまあ初めちょっと大手の配給会社、まあ、その1本目が、うん、1本目の嘘を愛する女がグランプリで東方配給 で、うん、でまあ、それなりにと言いますか、そこちゃんといい結果を出していたので、やっぱこう第2回目のグランプリ作品として、まあ TSUTAYA的にもなるべく大手の配給会社でやりたいっていうやっぱビジョンが多分あったんですよね、うん、多分やっぱグランプリ作品そういうところでやっていきたいみたいなところがあって、今、うん、これもこの大手の配給でやれたらみたいなこと思われたの、まあ、持ってもらってて、でそこに挑戦した方がいいなって自分もできるんだったらと思ってたんですけど、なかなかこう内容も内容で、うん、この内容をうちでは厳しいっていうのを結構もらい、まあうちでやるんだったらこういう風に直してもらえるならみたいなことを言われ、うんうん、まあそういうのにトライをしたり、なるほどって思いつつ、うん、じゃあちょっとやってみますっていろいろ直したり、でも面白くないよねみたいなことを思って、うん、こういう風に直す必要ってあるのかなとか、せっかくだってあれが面白いって評価してもらってグランプリを取っているのに、こうね、なんとか大手の配給にしがみつきたいから、まあね、よくそのあるね、メジャーに行きたいからみたいなものですけどそこになんとかやりたいから面白みを削ってまでそうさせる意味って何なんだろうっていう、うん、これがもしかしたら自分のデビュー作とかでもなく、なんかもうちょっとそういう作品だったらなんかそういうトライもあるかもしれないですけど、やっぱ自分のデビュー作っていうものを大切にしたかったですし、なんかこだわりたいなと思ったのはやっぱ脚本をやっぱやっていて、なんかなるべくこの脚本通り今回の映画をやった方が面白くなるっていう感覚があったので、なるべくこの脚本通りやらせてほしいとかをやっているとあっという間に時間が過ぎてました。はい。もうあっという間ですね。はい、でもその結果的にね、配給クロックワークスさん、はいはい、クロックワークスさんといえば、まあ、映画好きからしたら、もう尖った映画を最近めちゃくちゃ面白い映画いっぱいやってますよね。いや本当にこので、まあ、クロックワークスさんの特徴でいうと、日本の映画も日本以外の海外の映画もやたら尖ったものを配給するっていう。だからね、ワクワクする、個人的には、うん、会社さんなんですけど、だから すごい綺麗な着地をしたなっていう個人的には思いましたけど、ね、いや、なんか結果的に僕も そう思ってますね、うん、やっぱりこうね、あの大手でやる映画じゃないなって僕も感覚的に思うし、うん、やっぱあのクロックワークスが他のね海外をやってるの見てても、うん、うん、そういうことな気がするってすごく納得がいく感じがすごくありますね。いやいや、そうですよね。で、この今お話しいただいたこの、なんて言うんだろう、 この作品の攻め具合についても伺いたいんですけど、もともとニュースで運動会をやり直してっていう、 こう校長先生に包丁を突きつけた保護者のニュースを見て、この作品のこうなんて言うんだろう、 骨格って言ったらあれですか、その出発点みたいなのが生まれたってことなんですか。出発点自体は実はもうちょっと逆にシンデレラストーリーの方だったんですね。シンデレラの話をやってアフターストーリーやりたいみたいなところが、これなんとなく構想としてあったんですけど、でまあそれって構想だけで、それをじゃあどういうふうにエンターテインメントだったり、そのそこに今の時代性の語るべきものを入れていくかとかをまあいろいろこうずっと考え続けていた時期があって、まあ、その時にそのニュース見た時に、あ、なんかいいなと思ったんですよ。これは
ものすごく取り入れがいがあるし、うん、あの映画としてもいいなと思っていて、うんうんうん、でもそこからちょっとそこをとかも取り入れて物語を作って構成していったっていう感じです。なんだろう、こう賢い犬は燃えずに笑うもそうですけど、こう人間のまあ暗部というかっていうところに結構惹かれるところありますか、監督は。なんか僕はあんまりその暗部は暗部だと思っていなくて、なるほどなるほど、すごく純粋なただ人の気持ちだなぐらいでしか思ってないんですよね。なんか、うん、ものすごくそれはやっぱ映画的にわざと誇張させて、うん、表現をしてるんですけど、なんかどの気持ちも本当に僕は日常的に抱えている気持ちばかりを書いているとは思っているので、うん、なんとなく日常にあるこう疑念みたいなものだったりとか不信感だったりとか、うん、なんか信じたいのに怖いなとか、うん、なんかそういう気持ちを書いてるだけなんですよね。わざわざこう暗部が好きで、うん、暗部を描きたいっていう感じはなくてなんか本当にやっぱ日常の感情をただ描きた結果、うん、いつも結果そうなっちゃうっていうだからうん、そうなんですよね。だからあれかもしれないですね、意外とやっぱちょっとメンヘラ気味なのかもしれない。いやなんかちょうどこう世代的にはイヤミスってあるじゃないですか、嫌なミステリーの略で、はい、ちょうどイヤミスが流行ってきた時期に、うん、ちょうどこうお仕事を始められたタイミングなのかなと思っていて、うん、港かなえさんの方ですね。そう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 、はいはい、そうそうそう、あのあたりだから告白とかがバーってきてっていうのが、はいはいはい、まあ、0年代の後半から、はい、2010年代の前半とかいろいろあって、まあ、その流れは多分今も続いてると思うんですけれども、なんだろう、このあたりとかっていうのは感覚的にはいかがですか。特にこう自分とはつながってない感覚ありますか。そうですね、別にわざわざその嫌ミスを意識もしていなくて、なんですかね、あんま特には意識はしてないですね。なんか、うんうんうん、なんとなくたまたま時代的にはまっちゃったくらいで、うんうん、はい、なるほどな。っていうのも多分この作品って、うん、まあ、人によっては見る前の第一印象って嫌ミスなんじゃないかと思う方も多分いるんじゃないかっていうのも、変だっていうかね、こう、うん、どう見ていいかわからないポスターですしね、うん、いや、シンデレラって書いてるけどビリビリだしギザギザでシュレッダーされてるしみたいなね、幸せすぎるって書いてるけどどう思えばいいのみたいなところはありますよ、確かに。まあね、特にこれの1個前とかのポスターはもう本当に素晴らしい衝撃的なものですから、大好きですよ、はい、いや、なるほどな。そうそう、だからそういう意味で何かしらのこうつながりがあるのか、それとも、まあ、セパレートしてるのかどっちなんだろうなとか気になってたので、うん、まあ、なんとなくこう、なんていうんですかね、この賢い犬っていうのを前回やった時に、うん、それは別に嫌味そう意識ってわけじゃないんですけど、うん、なんですか、あんまり映画をジャンルでくくりたくないと思ってたんですよね、うんうん、なんか見ながら、まあこういう映画かと思って見てたらどんどん気づかないうちにジャンルが変わってスライドしていって、うんうんうん、最終的に思わぬ場所にその人を連れて行きたいみたいな感じが、あれ自分は今こんな映画見てたっけみたいな感じにさせたい。でもそれが明確になんかなんていうんですかね、どんどんこうなんですか、こう作者のまあなんか嫌な心が見えて、うん、なっていくというよりは、普通にすごく丁寧に見てたはずなのに、うん、このだから今のシーンと前のシーンと次のシーンのつながり見たら、そんななんですか、変わってるのがわからない、必然の流れで来てるのに、うん、最終的にはなんかすごい始まった場所と最後の場所が違うみたいなものを、うんうん、まあ、賢いので挑戦をしてみて、うん、で、まあ、それはやっぱり自主映画だったので、本当に150万とかの安くで作った自主映画だったので、まあ自主映画だしそこまで多くの人にも見られてないっていうのもある中、もう一度その賢いのでやったみたいな、そういうちょっと
ジャンルをスライドさせていくような、うん、一つのジャンルにくくりたくないっていうような映画を挑戦したいと思って書いてた脚本がこれだったんですよね、うん、でもまあ結果的にこう映画を売るっていう時に、うん、どうしてもこう おとぎ話サスペンス開幕っていう、うん、まあ、そういう、ね、サスペンスっていうジャンルにやっぱくくらないとどうしても売れないというか、うん、売るのは難しいっていつも言われるんですけど、うん、どうやったらいいんだろうみたいな、どこまでどうすればっていつも言われるんですけど、本当はあんまり何も知らないで見てもらえるのが面白いなっていう感覚はあるんですけど、うん、まあ、売るためには映画を見てもらうためには仕方ないのかなと思ってはいますね。いや、でもまた後で詳しくお話しさせていただきますけど、ええ、めちゃくちゃ面白いです、この作。本当に、はい、なんていうんですか、オリジナルだからなんですかね、どう、そういうことでもないんですか、よくぞやってくれたという感覚、もちろんその、ええ、映像的な面白さ、その脚本 の入り口と出口の違いの面白さもあるんですけれども、はい、なんていうんですかね、そのなんとなくこう、まあ、こう、まあこういう、こうコンプラ的な時代もあるからこそ、大体まあ映画で描けるのはここからここまでかなみたいなのがそれぞれに出てきてしまってると思うんですけど、それを軽々と飛び越えてくれる。でもこう作ってみて思うんですけど、うん、脚本の時とかは確かにやられるかなとかいろいろありましたけど、作ってみて思うのは、まだまだ可能性あるなと思いましたけど、全然まだまだいけるなっていう感じはすごくしました。うんうん、そうかそうか、だからそれはさっきの監督がおっしゃったような、何かこう、木をてらってこういうことをやろうと思ってキャラクターを引っ張っていくっていうよりも、日常の感情を積み上げていった結果、そうなってるっていうところもあるからこそなんですかね、きっと。脚本を書くときに、やっぱそこをすごい丁寧に考えているので、うん、ちゃんと突っ込みどころだらけになっちゃったら嫌だなと思っていて、うん、ちゃんと突っ込みどころなく、この子はこういう風になるよね、うん、こうしたいもんねっていうのはちゃんと丁寧に、うん、積み上げて、気がついたら全然変な場所にいるみたいな感じは目指したので、うん、そこはすごく丁寧にしようかなと思ってました。そうだ、まあ、海外の映画のジャンルで巻き込まれ型っていうジャンルがあって、一見そう見えるんですけれども、だそのなんだろう、こう、まあ、主人公の背景というかにそれだけで終わらない、ちゃんとこうリンクするものがあるからこそ、両方の良さがあるというか、だから巻き込まれて最初のこの不幸がバーって一気に起こって、その後、まあ、王子様に救われるっていう展開があるんだけれども、なかなかヒロインはヒロイン、主人公は主人公で何かやばいものを持ってるなっていうのがちゃんと示されるっていうのがすごい面白かったですね、冒頭から。いや、なんか誰でも魔が差すんじゃないかな感じはあるんですよね。だ自分がね、ボロボロの時にそんな冷静でいられないかったりすると思うので、うんうん、はい。でまあ、ちょっとキャスティングの話にも移りたいんですけれども、はい、そこに至るまでに何だろう、監督の経歴とかこれまでの話を伺ってて、すごい行動派のイメージがあるなと個人的に思っていて、何だろう、学生時代に1万円握りしめて1ヶ月ヒッチハイクしたっていうの、あれそれ何で書いてたんですかね、なんか結構インタビューいろいろ、はいはいはい、拝読した時にそれやりましたね。あとやったやった、ね、交換留学もされて、交換留学ね、はい、だからすごい、でミクシーでスタッフを集めたっていうところもそうですし、はい、すごい行動派だなと思うんですけど、今回も手売りでチケット1250万売ったんですけど1250万、映画監督別に手売りでムビチケ売る必要ないんですけど、ね、手売りで売っていいですかって宣伝の人たち言ったら、あ、もう全然売ってくださいって言われて、うん、何枚ぐらい売ったらすごいんですかって言ったら、いやでも 100とか200とか売ったらすごいんじゃないですかって言われて、じゃあ1000枚とか売ったら、いや1000枚はみたいなこと言われたんで、あ、じゃあ1000枚を目標にしようと思ってでやったんですけど、まあ、ちょっと今回コロナだったんで、うん、本当はもうちょっといけるんじゃないかなと思いましたけどね。そのツイッターとかで、うん、
呼びかけるという、まあ、前売りを手売りやってますんでみたいなことやったら、うん、なんか結構意外と来てくれたりして、そこでこう打ってやったりしつつ、まあ、もうやらないですけど、まあ、デビュー作なのでちょっとそういうのやってみようと思って、うんうん、そのさっきのヒッチハイク、1万円でヒッチハイクの旅もそうですし、交換留学も大きく見たらそうなんですけど、うん、あの僕らの世代って電波少年があったじゃないですか。なるほどね。はい、なんか無茶な企画を自分に振るのが好きなんですよ。それ無理じゃないかみたいなやつを自分にまず振って、うん、でも挑戦してみたいみたいな、はい、自分に企画を立てるのが好きなんですよね、うんうん、あの1万円とギターで、うん、大学1年生の時ですけど、大学1年の時に、後期の授業が終わって1月末で終わって2月、うん、2月の1ヶ月を1万円とギターで過ごすっていう企画立ててだからそう考えると、その運動会の時からつながってますね、そのパーソナリティとしては。何だろう、エンタメ、エンタメですね、ね、ご自身が生き様をエンターテイメントするみたいなところがね、結局何かそういう風に企画立てないと人間何もやんないから、うん、だから企画立ててるんですよね、うん、そう、そう、なんか年に1回は海外に絶対に行くとか、うん、行くけど行くんだったら10日間行くとか、うんうん、なんか枠をなんか自分がなんか行きたいからとか、うん、それよりも先にそういう風にするとかを決めてやるっていう、そうしないと動かないなと思って。いや面白いな、すごい、先に枠を決めるそう、そうだから、ね、そういう意味ではちょっとその思考としては、あのプロデューサーとしての思考も結構終わりなんじゃないかなと思ったりもしたんですけど、多分僕感覚的にはプロデューサーの方が向いてるなと思います。それは今回のね、その個々のキャスティングもそうですけど、うん、その例えばじゃあ賢いの時の2人のキャスティングもそうなんですけど、うん、あ、これだって、なんかそれは演出というよりも、うん、その映画のパッケージとか、うん、そういういろんなことを考えてなんかひらめくというか、うん、で売り、そこで売るって言うと言い方あれですけど、これだったら見てもらえるんじゃないかとか、うん、こうすれば見てる人たち楽しいんじゃないかみたいな、そこを考えるの楽しいですね、すっごい。そこが一番楽しいですね。なるほど、そうですね。だから今ね、ココさんの話もあったんですけれども、はい、そこにも話を行く前に先にちょっと土屋さんの話も伺おうと思うんですけど、はいはい、まあ、よく今回の作品に紐づいて言われて3回断ったっていうところもあると思うんですけども、はいはいはい、半年以上オファーを続けたっていうことなんですよね、まあ、断続的に。そうですね、もう僕はもう絶対やってくれるって思ってたんで、うん、やってくれ思ってたっていうのは変な話ですけどまあ、じゃないとダメだと思ってたから、うん、まあそうですね、時間はかかりましたね、半年。なんかね、イベントだと他にはオードリー・ヘプバーンくらいしか思いつかなかったあ、でもそれって本当にかなり正しくて、うん、別にあれはその時土屋さんがローマの休日を帝国劇場でミュージカルされてたんですけど、うん、でもそれはたまたまで、うん、例えばこの映画のこの小春っていう主人公のイメージキャストとかを、うん、例えばこうスタッフとかカメラマンとかにイメージ伝えるときに、僕本当にオードリー・ヘップバーンの写真をめっちゃ見せてたんですよ。見せてて、衣装の感じもこの時のオードリーのこの感じ、オードリー・ヘップバーンのこのこういう感じの服とかのこういうのがいいんですよみたいなのいっぱい見せていて、うん、なんかちょっとラフな感じで部屋でくつろいでるみたいなのがあったりするんですけど、うん、そういうのいっぱい見せて、僕の中でこうオードリーなんですよねみたいなのをずっと言っている中、例えばこの映画の始まりの冒頭の音楽が流れるんです、うん、おとぎ話みたいな始まりの音楽が始まるんですけど、それとかもずっと音楽の藤本さんに言ってたのは、ティファニーで朝食を飲むムーンリバーみたいな始まり方がいいんですって言っていて、うんうん、すごく美しい曲からムーンリバーでレレレレっていう、なんかもうそんな美しく入りたいんですよって言っていて、でそれをすごくこうなるほどなるほどって彼が考えて作ってくれた。だから僕の中でこの映画のすごい軸にオードリーがいるんですよね。
いやだからそこもすごく面白いなと思って、やっぱりこう一般的なイメージってそのあのティファニーとか、はい、ローマの休日とかじゃないですか、はい、もちろんその暗くなるまで待ってみたいな、はい、ちょっとサスペンス風味のやつも撮ってるけれども、はい、やっぱりこうそういうその清廉潔白な可憐なイメージがあるので、それとこの作品を掛け合わせるっていう感覚がすごく面白いなと思いますし、あとはそのなんですかね、こう自分がこうやっぱサスペンスというか、うん、ヒチコックの作品とかが好きだったりするので、うんうんうん、ヒチコックいつも美女で大変な目に遭っているみたいなそういうのも好きだったりするんですよね、はいはいはい、みたいな、ヒチコック的感覚みたいなところもありますし、うん、なんかその撮り方撮影の方法とかも基本的にはそういう昔のあんまりこう今っぽい撮り方は、うん、僕はしてないですし、うん、昔の本当にこうオールドスタイルといいますか、うんうん、サスペンスのフィックスでちゃんと撮るみたいな、うんうんうん、すごくそこはもうヒッチコックとかすごく勉強になってますね、うん、本当に、うんうん、サスペンスの作り方みたいなところもそうです、そうなんだ、なんかあれですよね、土屋さんこうあの MV 見て、はいはいはい、これあれですか、シーアのアライブですよね、もう素晴らしすぎて、正直それ見るまで土屋さんには申し訳ないけど、土屋さんがそんなにすごい人だっていうの知らなかったですね、まあ、すごいやっぱ学園映画にいっぱい出ているなっていう印象があって、まあ正直そこまで彼女の魅力っていうものに惹かれていなかったです正直。でも本当にあのミュージックビデオ一本見た瞬間に、うんうんうん、いたーみたいなすごいやついたーみたいな感覚があって、うんうんうん、うわこんなにも表現力のある逆にこんなにも表現能力の高い役者どこにいるのかなとか思っちゃって、なんていうんですかね、あとこうその表現力の高さが、うん、そのなんていうか自分勝手な表現力じゃないっていうんですか、うん、そのなんとなくこう映画みたい、映画でも何でもいいです、演劇でも何でもいいんですけど、この周りのいろんな他の役者さんたちがいっぱいいるアンサンブルを壊してでも、うん、自分がただ悪目立ちでもよくて私だけ認めてほしいんだみたいな、そういう自分勝手な表現力ではなくて、ものすごく本当にその作品とか、うんうんうん、その見せ方みたいなところが素晴らしいって思っちゃったんです、うん、で僕は本当そういう役者さんが好きなので、うんうん、うわなんとかこのダンスのこのパワーを映画で出したいなって思ったんですよね、うんうん、そうだ個人的にはその土屋さん、タオさんってその初期ってやっぱ東京サナタとか先生とか関根流とかかなりダークな、そうなんですよね、そう実はだどっちかというと個人的にそっちのイメージがあったので、もちろんその明るく爽やかな作品もこう出るようになってきましたけれども、だから本当にこう見たかった土屋さんにもう一回会えたみたいな感覚はあって、彼女自身もね結構10代の頃にそういう結構ダークなのをやった私はやってたから、うん、でまあ、結構言ってるんで、うん、言ってるって僕もそれを知ってはいたんですけど、うん、知ってはいたけど で結構土屋さんはそういうのもやってたからこの小春についてもっていう言い方を結構されるんですけど、うん、僕はでもね実は違うと思っていて、うん、そこはその頃のダークさとは違うと思っていて、なんていうんですかね、やっぱこうそこにはめちゃくちゃダークはダークでもいろんなグラデーションの、うんこの感じがあるから、うん、なんかだから僕はなんとなくこうまだまだ土屋さんっていろいろなんか表現力がまだまだあるなって本当に思ってますけど、ね、うん、いや本当にそれは思いますね、素晴らしいアクトで、うん、でやっぱり田中圭さんもすごい、本当にたくさんの作品出てらっしゃいますけど、はいはい、新しい顔を見せてくれたなっていう、そうですよね、焼肉のシーンとかね、もう最高ですよ、ね、いやでもあれもあれでやっぱ今回子役のココが出てるんで、うん、とにかくこう撮影の、ね、8時縛りっていうのが、そうか、結構毎回苦しくて、はいはい、本当だったらあのシーンってもうちょっとこうなんですかね、丁寧に撮る、ゆっくり時間かけて撮るべきシーンです、うん、すごい長いシーンですし、うんうんうん、本当にの時間がなくて、うん、ほぼほぼもう
テストやった後ワンテイクくらいしか撮ってなくて、だから本当にもう助けられましたね。この二人がうまいから一回で全部それが成立できるというか、本当に時間もない中全部やってもらったので本当に。そっかそっか。だったと思います。いやあれですよね。でもココさんってちょっとこう稽古期間的なやつがあったんですか、ね。ココはそうですね。二人はもう。土屋さんと田中さんは本当にもうこのインの前日まで別の作品をずっとしてたので、本当にもう顔合わせと衣装合わせでした。だからちゃんと僕はデビュー作でとにかく役者さんとのコミュニケーションって本当に大切だなと思っているので、とにかく役者さんとコミュニケーションを取りたいんだってずっと求め続けてたんですけど、どうしても撮影スケジュール本当アリスやられてて、アリスで今東京に、そもそも東京にいたいだ東京にさえいればせめてなんかその空き時間でも会いに行けるかなと思って、今東京にいないからみたいな感じで、そうか東京にいないんだったらもう会えもしないよねみたいな感じで、そっかコミュニケーション取りたいなと思ったんですけど、全然取れないまま2人は入って、逆にここはやっぱ演技経験もないので、あとはまあこんなこと言うとあれですけど、本当にさっきも言った8時の撮影の時間縛りがあるので、現場でココが、子役の子、現場で子役の子が 何テイクもミス重ねちゃったらもうこれ取りきれないと思ってたんです。だからもう基本的には子供はもう完璧にして現場に入ろうと思ってて、で2人は言ったら僕はちゃんとコミュニケーション取れなかったので、現場に入っても2人のことだけで、もう子役は逆にもうそこまで作れているから、現場ではタオちゃんとケイさんをちゃんと見ていて、にしないと無理だなと思ったんですよね。で現場でそこで子供のいろんな細かいところまでつけ始めると、多分もう時間が本当にないので、っていう感じで進めていきました、ね。だから稽古は結構しまして、期間でいうと3ヶ月ぐらいですけど、まあ10回以上ぐらいやりましたね。まあ週1回とか2回とかで。なるほどな。そうやっていやこれ作品ご覧になった方はね、お分かりになるかと思うんですけど、とんでもない存在感ですよ。でやっぱりこのキッズインスタグラマーという経歴もそうだし、これは日本のキャスティングにおいてとんでもない激震が走るんじゃないかというレベルだと思います。いやそうです。だって本当にココがそういう風に言ってもらえるとすごく嬉しくて、なんとかね、なんとかこうぜひ新人賞とか入ってほしいなって思いますよね。ノミネートされるだけでも嬉しいなと思ったりします。いや、ね、本当に新しい流れが来たなっていうのを全て背負ってるココさんだなと思いました。でちょっと中身の話もいろいろ伺いたいんですけれども、このファーストカットで、まあ、教室の机の上を歩く、でそれが、まあ、逆さまになって、で逆転というか、まあ、普通の状態になって、で時計は12時を指しているじゃないですか。このカットも本当に鮮烈だったんです。これも最初からこれにしようっていう決まったんですか。もう全然もうバッチリ絵コンテ書いて、もう絵コンテどでやってますね。もうなんかやっぱこうなんていうんですかね、自分のデビュー作の、まあ、商業ですけど、まあ、賢い自主映画はあるんですが、まあ、商業映画のデビュー作のファーストカットとしてふさわしいカットは何なんだろうなってずっと考えてたでなんかこう、なんだろうなとか思ってて、別にそれをなんかこう気をてらうってわけじゃないです。ちゃんとこの物語にリンクしていて、僕がそうなんですけど、もうファーストカットを見た瞬間に今から2時間楽しめるかどうかが大体わかるので、なんかそのファーストカットで今から2時間安心させたいなと思ったんです、お客さんも、これから大丈夫だよっていうちゃんと面白くさせてあげるからねっていうのを与えたいなと思っていて、なんかそういう感じでファーストシーンのことを考えてましたね。なんかこの作品見てて衝撃を受けたのは、画面に常に赤か黄色か青があるで、まあ、3回ぐらい作品拝見したんですけれども、そのファーストカットでチョークが赤と黄色の青のチョークが黒板のところに置いてあって、すげーと思ってまあまあでも
普通そうなんですよ。まあ、白かったですよね。白なんですけど、赤黄青と土屋さんで白って分けられてて、あ、この時点で赤と黄色と青のイメージが示されてて、で、まあ、あのドレスが人形が落ちてるところに下がってったりとか、田中圭さんのお家に行った時に田中圭さん映してるんだけれども画面の端に赤いライトが映ってるとか、もちろんそので赤と青が混ざって紫の寝具とか、色彩がすごいですね。ここまでこだわってる映画なかなかないなっていう。いや、結構その色の配色っていうんですけど、うん、色の配色はちゃんとちょっとしてみようかなと思っていて、うん、まあ、それをやるべき映画な気もするっていうか、まあ、その物語だけじゃなくてちゃんとなんか映像からなんていうんですね、主張はしすぎなくても、うん、なんか感じ取ってもらいたいなと思っていて、でそれをすごく意識して、まあ、その衣装についても美術についてもそういう配色をしてほしいんだみたいなことを伝え、で、まあ、カメラマンとも喋ってこういう色の感じがいいかなとかを塩梅を喋って結構ちゃんと統一して色を置くようにしました、うん、はい。だそのまあ、小春のお母さんが、まあ、いなくなってしまうというシーンが黄色のカーディガンを着てて、はいはい、でその後も小春は大人になっても黄色を身につけているっていうバッグとか、はいはい、っていうところのその脚本の伏線の張り方も本当に素晴らしいんですけど、映像言語としての伏線の張り方みたいなのがすごいたくさんあって、これはなんていうの、読み解くのが本当に楽しい映画でした。いやそうですね、なんかもうやっぱその黄色って何ですかね、今意味とかって言うとあれなんですけど、うん、まあ、家、うん、豪邸、大悟の家に入ってからの黄色ってやっぱ浮くんですよね、うん、あの家の中では浮く色で、うん、なんかちょっと黄色っていうのはちょっと危ない存在とか危ない状況で、彼女のちょっと揺らぐところとか、うん、そういうところにいつもそういうキャラクターとかそういうところに配色していて、うんうんうん、そういうのをすごく意識していましたし、うん、なんかまあちょっとなんですかね、あとブレイキングバットが好きなんですよなるほど、ブレイキングバットね、ブレイキングバットってそれをすっごい丁寧にしてるんですけど、っていうかやっぱ結構海外の作品ってちゃんとそれをしてるんですよ。いや、そう、本当そうなんですよ。それはやっぱすごい思って、だから見た時に僕はA24 の作品をすごい想像したんですけれども、はい、だから国内でここまでカラーをこだわってくれる映画ってなかなか今ない気がしてて、そうなんですよ、だからだしそういうの嫌がる人も多いんです、うん、日本って結構スタッフの中にも、うん、なんか それ意味あるみたいな、うん、それ意味あるみたいな感じの人が結構多かったりするんですよね、うん、多かったりする中で、でも別に海外志向ってわけじゃないけど、うん、やっぱそういうところに影響を受けてたりとか、そういう作品をいつか自分も挑戦してみたいっていう思いがあったりするので、うん、そこはなんかせっかくやれるチャンスがあるんだったらやりたいってことを伝えて、うん、そういう自分のこう考えを入れてもらうようにはしました。あと、まあ作品拝見してて、ね、いわゆるまあモブの撮り方がすごく面白いと思っていて、土屋さんと田中さんが話しているところの後ろの席でずっと寝てる人がいたりとか、カフェで話してるシーンでこう画面の中の真ん中、まあ、ピントとしてはあれなんですけれども、そこに赤いカーディガン着てるおばあちゃんがいたりとか、これ面白いなと思って、要は主人公だけとかその周りだけが目立つような構成にしていないっていうのがすごく面白かったんですけど、この辺りはいかがですか？そうですね、でも本当時間なかったんですよ、うん、本当だったらもうちょっとそっちにもこだわれたかなと思うんですけど、でも一応エキストラの人たちとかにも服の考え方っていうんですか、やっぱちょっとそういうなんですか、エキストラの人たちまで結構コントロールって結構難しいんですよね、うん、でそういうところまで難しいので、一応そういう服の考え方とかは伝えて、でもそういうものを準備してもらってとかっていうのはやってましたね。はい、いやでもね、お時間ない中でここまで絵的に構図とも含めてこだわられたっていうのは本当にこう見たら、これ多分1回目って多分ストーリーを追う方が多分多いと思うんですけど、はいはい、2回目見た時のその映像のこの細部すごい楽しいですよね。いやいや本当に、ね、い
やすごいな。でもテンポ感とかめちゃくちゃいいじゃないですか、はいはいはい、その冒頭が本当にスピーディーな感じで転落していって、はい、でまあ、あの田中圭さん演じる大悟と出会ったらこうちょっとゆったりなペース、あの 海辺を歩いたりとかってなって、で今度ちょっとあのココさん演じる光との、まあ、若干の対決みたいなところになるとまたじっとりとするじゃないですか。この辺りもやっぱりそれは脚本でなんですかね。最初はそうですね、結果的にこの出来上がったものってほぼほぼ脚本通りなんです、ほぼほぼ脚本通りで、まあ、もちろんちょこちょこは変わってるんですけど、うんうん、基本は結構脚本通りでそんなにシーンも落としてないですし、うんまあ、2つとかぐらいあるかなぐらいくらい、それがもうほぼほぼ脚本通りやってて、脚本の中でも結構もう詰めてるんですよね、うん、詰めていて、でも本当今回目指したのが本当に脚本通り撮るっていうのを目指したっていう、まあそのそれなんですかね、こう一つ、うん、まあ監督によってはとかあの場所によっては脚本通り撮ることってつまんないだろうみたいなことの意見もあると思うんですけど、なんかこの映画は脚本通り撮らなきゃ面白くないと思ったんですよね、うん、だし例えばじゃあ田中さん、うん、Kさんにしてもあの役作りどうですかみたいなよくインタビューでされてるのを見ている中でも、いや一切してないですねみたいなこと言ってますけど、なんかそのシーンとしてもなんかお前とかも脚本がしっかりしてるから、うん、この脚本に書かれてるのをそのままやったらいいよねっていうのも分かったから、もうそれ通りやりましたみたいな感じで言ってくれていて、なので結構みんなが結構脚本を信じてくれてやってくれたので、そうですね、結構脚本通り撮るで、それが脚本通り仕上がったっていう感じです。いやでもね、さっきのその映像の仕込み、うんまあ、映像のこう仕掛けもそうなんですけれども、はい、脚本から、まあ、見てる方としてはその脚本通りっていうところなんだっていう感覚ですかね。なんて言えばいいんだろう、脚本をこう忠実に立体化していくところに、まあ、達してるわけじゃないですか、はいはい、だからそう考えるとすごく面白いなと思うんですね。それでも作られたご本人としては脚本通りっていう感覚なんですね。僕としてはもう脚本通りに、結構逆に脚本通りにこだわりすぎてたので、うん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 、もしかしてそれが本当に嫌、本当に結構脚本通りやるのが嫌な人っているんですよ。うん、一定数いて、うんうんうん、なんか脚本通りやっててつまんねえなーみたいな雰囲気出す人っているんですけど、世の中には、うんうん、いや脚本通り作ったものって面白いよっていう自信もあったって、うん、なんかそれはあります。なんかまあそれは僕のやっぱ入りが脚本から入って監督に来てるからっていうのもあるかもしれないですね。だから監督から来てその演出が大好きで入ってるわけではないので。でも結構その脚本を書かれてる時のそのビジュアルイメージとかっていうのは結構明確に浮かんでらっしゃるのかなと思ったんですけど、でもすごい明確に浮かんでるので本当にもうそれを絵コンテに書いてこういう風に撮りたいっていうのを伝えてやってます、ね、結構いろんなシーンを本当にいっぱいコンテ書きました、はい、でもそれはまあ独学になるんですか、絵コンテに関しては。そうですね、まあ、一応あの CM もちょこちょこ撮らせてもらったりする時があるので、うんまあ、その CM でちょっと絵コンテを勉強って言うとあれなんですけど、うんまあ、自分の CM を教えてくださった師匠の人から絵コンテはこういう風にやったらいいよみたいな感じを言われて、なるほどなるほどと思って、でも結局やっぱ脚本もそうですし、うんまあ、絵コンテもそうですし、まあ、映画の撮り方もそうですけど、うんまあ、基本的にはそんなに習うことってないんじゃないかなと思っていて、まあ、ある程度基礎的なことさえもう習ってしまえば、そこからはもう多分もう自分がどんどんやり続ける、やって多分学ぶしかないと思うので、うん、それをもうちょっと今も全然やって学ぶ、シンデレラを作ってみて学んだって感じです、いろんなこと。あそうか、じゃあまあこの先も非常に本当にやっぱデビュー作で相当いろんなこと勉強になりましたね。うん、うん、なんかあこれはこうした方がいいんだろう、やっぱフローが見えて、うん、映画作りの、うん、あこういう風にしといた方がいいんだみたいな、うん、すごくこの段取りみたいなものも見えたので、うん、多分その段取りのうまさが結構やっぱ映画作りになっていくような気もするんですよね。
準備が大切というか。すごいね。だからその、あの今回の総括みたいになりますけれども、その作家性っていうものが出発点じゃないっておっしゃってたじゃないですか。だからこのキャスティングも含めたプロデューサー的なこうパッケージとしての視点もそうだし、今おっしゃったような段取りの話もそうだし、めちゃくちゃ多角的に映画作りを考えてらっしゃるんだなっていうのが感想なんですけどね。なんか作家性って難しいというか、うん、あのそればっかが出ちゃってもどうしようもないなと思っていて、うん、なんか別に何か伝えたくてやってるっていうより、うん、やっぱり基本的には楽しんでもらいたくてやってるので、その楽しんでほしい、その中にほんの少し自分が日常を何かニュースを見て感じていることとか、うんうん、なんかこう自分の中で消化しきれないなんか感情みたいなものをちょっと忍ばせて、うん、なんかそこを共感してもらえる人がいたら、うん、だよね、俺の経験なんだよねみたいなことをちょっと忍ばせながらやるのがすごくちょうどいい塩梅なんじゃないかなと思ったりしますね。いやー、なるほど、そういうバランス感覚。いやそうね、ちょっと今あの今回お時間がないからあれなんですけど、この遺伝っていうね裏テーマが個人的にあるんじゃないかと思っていて、そこもぜひ探してほしいなと思いますね。見ていただく方にはめちゃくちゃ細かく脚本的にも映像的にも何回も見ていくと、これはこれ、あ、遺伝してるとか伝染してるって思うところがたくさんあるので、本当に面白い映画でした。ありがとうございました。いや、もう長々といやめちゃくちゃ楽しかったです。今回も最後まで視聴いただきありがとうございました。番組を楽しんでいただけた方はハッシュタグ活弁シネマクラブ、ハッシュタグ活弁で投稿をお願いいたします。あと活弁シネマクラブのツイッターアカウントもありますので、ぜひフォローしてください。そしてですね、楽しんでいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。本日もありがとうございました。ありがとうございました。